先ほどですね、はい、おかげさまで、受験生版大会ファンディングが10万人と達しました。おめでとうございます。ありがとうございます。はい、ということで、早かったですね。早かったね。はい、ということで急遽ですね、はい、ライブをズッキーと2人でやってます。どんな志願者に求めてますか？いや、これはね、どうも難しいよね、うん、本当はやっぱり家がなかなかにね、うん、まあ、そんなに裕福じゃなくて、でも僕はこういう志を持って大学行きたいんだっていう子がメインであることは間違いないわ、うん、なかなかそれ見極められない、人のとね、家庭の懐とか、うん、それ難しいところあるよね。やっぱ動画出てきてくれるって、その一歩踏み出す勇気のある子たちって、うん、まあなんかこっちで選べない部分もありますしね。そうそう、なんか昨日の今井さんだってね、はい、本当にね、勇気持って来てくれたのよくわかるんだよ、うんうん。佐野くんのお母様には無事に会われたんですか？いや、まだなんですけど、もう会う日が決まりまして、再来週だったかな、大阪に行ってきます、うん、はい、はい、ちゃんとお母様と話をして、もしかしたら僕の理解を超えるお母さんかもしれないじゃないですか。まあ、あかんわって、うんうんうん、そしたらもうダメだと思うんだよね。でもちゃんと理解ができたら、僕もちゃんと配信で言った通り守りますから。はい、大阪？大阪ですね。近いうちに行きますよ。ありがとうございます。はい、そろそろ林さん受験生版出てほしいな。今日会って言ってた、はい、出たいな早くって。あ、はい、出ますよそのうち。なるほどな、はい、すごいな、林さん来たら、はい、昨日もさ、はい、俺林さんと、はい、もう一人ほら中園さんの会社の代表、はい、うん、佐々木代表と3人で KO プラザでさ、晩飯食ったの、うん、で林さんが先に帰られて、で俺と佐々木さんタバコ吸うからって喫煙ルームに行ったらさ、はい、たら昨日の成人式だったさ、はい、喫煙ルームに大学生がうようよいて、あ、岩井さんだっつって、たら佐々木さん、おー岩井君やっぱ最近人気あるなーって、じゃあみんな一人ずつ写真撮ったろうってで、しかも一人当たり横2枚と縦2枚、4枚ずつだったら、もう俺ほんと、もう心が、佐々木さんも勘弁してよと思いながら、もうみんな知ってんのよ、はい、すげえ本物だとかって言われて、すごかったよ。